はい、5秒前、4、3、2、ちょ、だからお前それ話せよ。はい、いいよ、生放送始まるよ。おーい。というわけで今回突発的にカリビリポッドキャスティングをインストリーム生放送しようじゃないかと、はいはいはい、今回すごいですよ我々、うん、画期的ですから、ある意味コジプロを超えてるのは、うん、ツースタ、我々こっち A スタですから B スタもありますから今回我々は、はいはい、というわけで B スタの方準備よろしいようなので、はいはい、行ってみたいと思います。皆さんこんばんは、ローリムツヤです。とあるゲストをお呼びしております。その方にゼルダの伝説という都市伝説を語っていただきたいと思います。それではどうぞ。難しい。はじめまして。はじめまして。お名前を。木村です。木村さん。木村です。都市伝説の語り部として一応第一人者ということなんですけども、よく言われます。はい、ゼルダの伝説という都市伝説があるとお伺いしたんですが、そうです、人間ある年頃になるとゼルダの伝説になるっていう。はい、人間ある年になるとゼルダの伝説になるという都市伝説が、という都市伝説がある。具体的にはどのような、あのですね、はい、体のどこかにトライフォースが浮かび上がるって言ってるんですよ。体のどこかにトライフォースが浮かび上がると、浮かび上がるという、まあ、都市伝説があると、はい、昔テレビ CM でなんかゼルダのテレビ CM でなんか子供のここにパーッとこう、はい、三角形が出る、はい、はい、というのありましたよね。CM でありましたね。あんな感じに、まあ、バラバラですけど人によっては、はい、浮かび上がるというですね、はい、まあ、もう都市伝説が。それ見たことあるんですか、はい、その浮かび上がった瞬間というか浮かび上がった人を見たことがある。それなんですけども、はい、僕がゼルダの伝説なんです。はい。僕がゼルダの伝説なんです。なぜか、はい、知りたいですね。お見せします。はい。まさに、あ、これがトライフォースですね。これが、これが伝説、トライフォースです。トライフォースですね、はい、これですね。これ一応都市伝説して、まあ、ええ、ここ最近浮かび上がってきた、つい一昨日のことでした。はい、はい、うん、一昨日じゃ浮かび上がってきた。そうです、僕も31歳になりましたが。まさかまさか、まさか31にして、ええ、31にして、まさか31にして子供に浮かび上がるのと思ったんです。はい、まあ、普通だったら少年ね、浮かび上がるんですが、です31になって、そうです、まさか選ばれるとは思わなかった。伝説の勇者となったわけですね。そうです、アイロンがまさにアイロン、いやいや、まあ、アイロンが先だと。チームの壮絶な火傷だったらしいですよ。なんか熱いみたいな。どんだけバカなんだ。まあまあまあ、でもなんかね、すごいな、うん、見てますね、うん、で生大好きというタイトル、はい、コール挟まる形で先日チャヤ本陣の近くに行きました、はい、どうなんですかチャヤ本陣、あの鉄砲水で流されたりしてないですか。完全に閉まってますから。クローズの、クローズです。あ、ただの住居、住居じゃないです。あ、店舗は閉まってます。で、店舗と住居は別なんだ。そうそうそう、あ、一緒じゃないんだね。全然違います。え、じゃあ夏休みのさ、フジテレビお台場でやるイベントみたいに俺たちがチャイ本陣で1週間だけ何かやったりできるんじゃないの。できますよ。おお、それすごいじゃん。わかんない、誰かに貸したかもしれないですけど。今お母さんに電話で聞いて。ちょっとそれ、お、誰かに貸してんの。あ、貸してないの、うん、なんかさ、ちょっと一瞬開けたりとかってできんのかな。電気とかさ、あれ、店でなんか撮影とかしていいのかな。そしたら、一瞬とか、一日とか。あ、そう、わかった。ありがとうございます。大丈夫だって大丈夫、おう、
僕の夏休み的な、うん、できるじゃないですか、群馬でポッドキャストの夏休みイベント、茶屋本陣で何人来るかね、来ないじゃないですか。そう、多分15人ぐらいしか来ないから、その15人とあったかいポキャスをやろうよ。なるほどね、もてなしち一緒にこう収録もし、そう茶屋本陣、茶屋本陣で横川だぞ場所横川は、僕はどんな好きな番組でも行かないですきっといやだから最悪ほんとあれで、ね、最初の狂い鳥サンタロードみたいなもんで、うん、もう2人とか3人とかしか来ないかもしれない。可能性はあるか。だから借り切ってバスとか借りたり、お切り込みの材料いっぱい買い込んだらおしまいだぞまあそうだな、夏休み最後の、だから今年夏休み俺何にもなかったなって人は、ああぜひこの茶屋本陣に集まって、茶屋ロックフェスに来てくれ、茶屋ロックフェスに来てくれと。なるほどなるほどね、全く想像がつかないとこがいい、来るのか来ないのか行きます、最後の前4、3、2、はい、やってまいりました、ファミ通ウェブポッドキャスティング群馬中学生フェスティバル、いやというわけで、今回会場に来れなかった皆様、はい、ちょっと歓声がでかいんじゃないかとということにお気づきだと思いますが、はい、最新の集計だと何人でしたっけ。75人だこの群馬県に誠にありがとうございますと本当にありがとうございます。 あれだけだよサンタが、うん、自分がどんな好きな番組でも絶対に行かないと、行かないと、そうだね、で私昨晩のブログで書きましたけど、はい、俺も行かないなと。なるほどなるほど。で今日来て、まあ、うちから2時間ぐらいで来たんですけど、うんうん、もうどんどん山になって、はい、高速走ってね、関越から上信越入って、はいはいはい、山になって左手にこう妙義山かなんか見えて、見えて入道雲がニュッと出て、出てなんていいとこなんだろうと、うん、俺はそう普通に思えるけど、はい、2時間でもかかってここまで来てね、うん、ポキャスのためにここに来る人はいいのかなってちょっと冷静にはなったんですよ。なるほど。したらですよ、ね、75人のハードコアリスナーの皆様がびっくりですよ。というわけで大盛況のもとお送りいたしました、はい、ホワイトアップルムヒとルパン小島と中学生と中学生でした